お疲れ様です。今日はこちらエリポエリゴでさあやっていきます。久々のね、エリゴレでございます。で今日はこれエリポンね、まあ、入ってるんですけど、まあ、ボイドがいると、まあ、エリポン壊されてね弱いやんと、まあ、エリポン意味ねえんじゃねえかってはなるんですけど、まあ、逆にエリポン置くとそこにボイドが来るよね。先にもうスケコウモリで飛来侵しちゃおうぜのボイド無効化作戦っていうプランでいきます。はい、エリポン起きゃ来るですからね基本的には。さあえディガーウォールブレイカーよ。いやウォールブレイカーがあるか分かんないがちょっと珍しいってことはボイドねえな。まあ、一回来たら一応コウモリ即出します。ないね。よしよし。いやダガー最強。守りたいねこれ適当に。なんかもうカウンターでてかアドが結構悪くないですかお兄さん。いやボーパイ使わせたらエリポンが残るっすよこれ。いやエリポンね今日も今日取って置いていきます。置きどっか。いやなんか懐かしいなこれ。ボイド死んじゅもんね出る前エリポン置いてましたけどいっぱい。また置いていく。よし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 。家でこれダクネから警戒しちゃって、いやースケキン。おい、いやこれマジできつい在庭。いやーボム強すぎるな。でもとはいえ、いやでも進化コウモリもちょっといいか。エリポン置いて、まあ、こっからね、あんたさ守れんの？守れるもんなら守ってみせてよって話よね。さあ行くよ良妻。絶望のね。でここでエリポン置いちゃうみたいな。え、この進化スケステパ強そう。ゴム壊したいね。いやーなんかめっちゃ簡単に止まってない？嘘嘘って言ってほしいぐらい止まってんな。うまくいくか。いや結構入ってるかこれ。どうなんや。まあいいでしょ。エリポン置きます。やっぱキモさ大事だからね。どんな時でもエリポンいて、ヤナム打って、まあソウルコールを本当は発動したかったけどね。いやダクネがいいよ。いやーまあいやこれでいいんですよ。でまたエリポンは、まあ、この後置けたら置きたいけど、いや美味しいこれマジ熱い。ポイズンとか打ってくれたら、いや誘うか。これやばくない？コウモリ多すぎるだろおい。守れんのって話よね。いやミスターモノスケ下手すぎる。いやえ止まんなさそうじゃない？止まんないでほしいっていう願望でしかないが、いやこれはエリゴレがさでけえままタワーまで届くってあんだろ。今期も外役はやっていきます。はい、いやボイド、まあまあボイド引いたら引いたで、ボイドってそのダクネとか、まあ、コウモリとか物量に弱いんで単純に刺さるしね。エリポン延命できたも強いし、エリゴレいいな。最近ジャイばっかだったんだね。さあスケボンバー、まあドリル、めっちゃドリルじゃん。めっちゃドリルやん。この辺かいいね。いやこれしかもエリポン置ける。いやボンバーだけやめてほしい、やめてほしい。いやーなんかソウルコール発動したいけど、まあリトプリンなら我慢してもいいが、しちゃおう。やべコスト今2コス使った俺。回収帰ってきて。え、ソウルコールの2コス押したけど帰ってきてない説ある。これ
押せてなかったか。いやー、まあ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 、ちょっと適当に手打ましてもう一回リポン来たいんだよな。リポン来たいね、リポン来たいね。これヤナメポイズンなのかな。うすら強え。いや、うざくない。さあヤナメ使わせる。いや、いい、もう使わせたことに価値がある。最悪ヤナメでも守れる。いいよ。やばい、痛すぎるそのボンバー。うん、ポイズンヤナメね。あー、ちょっと嫌ではあるが、すべては破壊すればいい。行くぜ。これ守られたらまあ負けかな。そんぐらいの、うん、これ守られたらもう負けかな。ね、行くしかない。いやマジで強すぎる。やべ、マジで、うん、うん、リトルプリンスってそんな強かったっけ。やべえ、終わっている。なんか終わってはいんな、ユニットの配置といい。ポイズン使ったな今。ワンチャン俺は信じている。なぜならエリコレだから。なんでいなくなったん。マジでマジで頼む、チンパンでやらしてくれよ。ヤナメ強えなこれ。なんか事故ってくんないっすか。事故ってくんないですか。いや終わったやん。いや、ポイズンヤナメのこれに勝てねえのか。なんか一番痛いの、もうちょっとリポンとか受けたりしたらみたいなね。なんか嫌だった。いや、一個前の試合が幸せすぎたからこそのね、反動です。エリゴリはね、気持ちよくなれるか全く攻め刺さんなくてつまんないからね、どっちかです。お願い、ドリルはお腹いっぱいですよ私。まあでもウッドなんでちょっと違うか。いやー、ドリルあるなーこれ。なんならジャイの線薄いか、ドリルやー。まあウッドだからね、コウモリが生きるっていうのもある。これさ、ダクネコウモリとかやってさ、ポイズン使えよ。いい、来た、これはね、罠でさえ。ポイズン使わして、エリポンをね、残したかった。さあ、完敗きすぎる誘い。で、このエリポンが残るんで、まあ、ドリル来てもヤナメでも頑張れるでしょ。リベンジといきましょうか。突破できるかな。まあ、ワンチャンボンバー。あー、手堅い。手堅いな。いやマジ、これされると突破できねえよな。だがしかし、
今の私にはエリポンがあるんで、これで勝つしかない。このためのエリポンよ。さあ突破してえな。いきます。この手に入れたエリアとで、でまあリトベリいるんで右も左も行きたいかもな俺。よいしょ。でまあ進化スケセパね、重要です。うわーそれ強い。でここのこれや、え、ヤナアメもウッドもポイズンもあんの。サンスペルなんてことある。いや熱い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 、待って左もある。あそこの左もあんのこれ、なんでこの宗教で左があんの。左があるなんてことあんだ。え、おつおつおつ、熱い熱い、来た来た来た、リベンジからの物量でゴリ押しちゃってやっちゃって、え、ポイズンウッドヤナアメだったの、やばくね。さあ最後まで、最後まで始まりから連打するだけ。どうかな頭が違うよねつって、うざすぎるデッキに、うざすぎるスタンプ持ってるわいややってることは終わってるな本当に。真似すんの禁止でさえ、絶対やめてくださいいやこのデッキを使うならまずスタンプね、500円で手に入れてください。スタンプとセットじゃないとこれ使っちゃダメでさえ。うわやばい、今の気持ちいいなやってることは終わってる本当にキモいな、何やってんだろう、うん、やってることは終わってるがちょっと楽しい。おい、いやエリポンか、これボイドあったら天国だったな。まあ、ないんで、ワンチャン相手のボイドを警戒してスケだけ出すわ。ほい、いやないか、ないらしい。ナイトエリポンか、なんだ最初なんか出てきたっけ。エリポンゴレー。いやもう守れないんで、はいやろうぜ、どっちがキングを折れるか戦おうぜね。いくよやば、嘘って言ってほしいな一応守っとくけどね、ほどほどに。からの俺右を見てますこれからの俺右を見てます実は。左はねフェイクです。はい、いくよエリゴレちゃん、左守れねえなははは、これ終わってるか、やってること、やってることが終わっているが、え、もし終わっているな本当に。なんだこの試合マジで、これ見せられない、普通に放送事故じゃないマジで最悪だババ。うわー終わってる、このダメージやばすぎる、やば、鼻クソ対決してるやん。ライドラか、まあ、ババをね気合で突破するしかねえんだよな。いやマジで無理だな。なんか終わってはいる、守られてんだけど。見せられないよこんなの僕。一番くれば。ああ。いや終わっているか、本当に今日やばいな。これはまあ
このデッキを使う上での宿命です。いや、プレイ悪いかいや、プレイ悪いか、デッキ悪いか、何が悪いんだおい。もうちょっとエリポン置いていくかおい。ここで柳雨とかでね、てか相手ブロッソーよ。久々に見たね。さあいいよ。ナイトマスケと来ると、まあバルーンだったりホグだったりね、まあ真面目なね、手堅いデッキですよ手堅いデッキだね君。はい、エリポン来よ。ワンチャン来るかボイド。いや、ボイドが来ないね。さあボムタワーバルーンや。まあスキャラとかの可能性もなくはないが、絶対来るやん。もうエリポン以外何でもいいもん。はい、え、ユグ使った早めのグッドゲームいただきました。はい、いけいけ、だんだんいけいけ、どんどん。ほい、でもダクできつくね。ユグ玉でしょあれれ、いや、からだ、これもうエリゴレからの真ん中スケとかでもグッドゲームや。諦めたかやばやば、恐ろしい。あ一応ね、大事。こういう日に限ってウルトラ出ちゃうんじゃないんですかい。あそりゃそうか、出るわけもなくノーマルですね。さあエリポンを置いて祭りだ祭りだ、もうすぐ夏も始まるんでね。はい、お祭りデッキも大事。おー、ロイジャイね、まあ、一旦守るか。エリポンねえしな。一旦適当に守って、それこそここにファイアボとかライトニング来てくれたらまあ美味しいかな。一応トリトンも警戒して一般内で、一般内で、いや、さすがに止まんねえ、これ。LSP もしっかりね。エリポン来てー。え、まさかのボイド使ってくれた。熱い。え、回んの早くね回んの早すぎじゃない。でも LSP が回んない。ちょっと熱いか、これ。これそう。マジで。端前4コス、スケキン。いや、ちょっとあるぞ、これ。いや、フィニックスあんま頑張りすぎんだよ。いやー、いいトリトンすぎるそれ。やべえ、ソウルコールが、エナチョコだ。あれ、いや、でもエリアドは取ってます。はい、エリゴレ使いの末路ね、エリアドは取ってるから大丈夫いやー、やばい、うわー、それやばい、忘れてた。やばすぎる、なんも大丈夫じゃねえ。もうただのニアドあげた。エリアド取ってたけどニアドあげちゃった。え、でもボイドってことはよ、もう一個の呪文なんだ、大したもんねえんじゃねえか。ウッドカタルキエ咲いたらさ、もう即行くわ。え、これボイドとさ、もう一個なんだ、ウッド咲いたってことはよ、これ止まるわけないよね。撃ってみろよ、消えねえぞ。全然消えとるよ、何事。でもマジでやだやだ、進化スケ来た。うい、熱い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 。いや、この後半のブッパマジで、しかも俺守る。え、これさ、キング落ちん、なんなら。まあ行っちゃおうぜ、あんま考えんな物量物量、はい、レイジレイジレイジ、ボイドだっけボイドで頑張れる。おい、あぶねえ、エリポン壊された時泣きそうだったが、勝ちゃえんね、勝ちゃえ。さあこのスタンプあれか、自分の頭のこと言ってんだ。俺の頭はすっからかんですぞと自分でね、一応ボイド警戒ね。いや、ボイド意外と来ねえんだよ。
俺の頭は優秀ですよじゃねえんだ。え、ボイドやん。無能ですよアピ。僕無能です。ジャイかな。ジャイリトプリっぽい。いっちゃおうぜ。やロイジェイか。やロイなんやな。いや、このソウルコール最強だったりしない。いや、このコウモリ追加までいい。いや、ボイドだと解けない。でも反撃のロイいきます。絶対来るぞこれ。あのメリノクリトリトン。いや、ゴブジェイとかのパターンもあんのかこれ。何か来るんですかね、教えてください。ちょっと怖いっす。いやー、やだな。マジで止まんない止まんない。嘘って言って。でも柳雨とボイドか。いや、これ攻めたらやばいかな。でも今柳雨使った、ちょっとありじゃない。え、なんか嫌な音した。ウィザード先生や。え、ウィザード先生よな、あれ。やばい。スケの湧き方悪すぎる。いや、え、でも1本折れた。1本折れたからいっか。さあ、なんならこれ最後エリゴレでプッシュすりゃ終わりそうや。何あれ、ウィザード先生か。やべえ、これ鬼ノックばっかりやん。いや、でもウィザード無能。いや、しかもここまで耐えちゃう。言ってら、好きにしてこいよ。ほらエリゴロデイジで好きにしてこいよ。もう何でもいいよ。はい。いや、後ろからが無限にダクネのコウモリ君の地獄だろうな。おお、147。守れると思いましたか。ブザービーターやね。しっかり落としていきますよ。あ、でね、はい。いや、うぜえ。なんか自分で自分になんかイライラしてこねえか。全然してこねえか。500円払ってんだからこっちは。かわいい、ホグが。ホグがかわいい。ペットにしたい。毎日餌あげたい。ちゃんザップが来てもおかしくはないが。マジでチャンネル登録減りそうだな。混乱してると。ガーディアン来る。いいね。え、しかもスケキンのこのさ範囲がだいぶよろしくて。で、気づいたらエイポン回ってまして。うい、いや、このダメは許せる。で、ヤナアメプラスのボイドじゃなければ天国ではあるか。ファイボーもあるし、ライトニングもクエイクもある。一応ね、構えとくだけ構えとくわ。いや、こんだけ待ってこないなら来ないな。行こうぜ、楽しい時間。まあ、キョス系も爆破でみたいな、おもろいことになっちゃいそうなんで、セパレートしちゃって楽しく行こうぜ。楽しく行こうぜ。やべ、ソウルコール行きたい、これやばい。いや、スケキン強い。え、いや、気のせいか。いや、マジグロい、それ意味わかんないこと起きてる。うわー、ハゲる。進化スケ強すぎた。終わった。進化スケ強すぎ事件。いやー、まあ、ギリ耐えはしたが、1800か。いや、折り切りたかったな。
でも守んなきゃこれ勝てないんで。え、熱い、守れた。いや、守ることには一旦成功した。あるなワンチャン。あとはもうぶっぱよ。気合、気合と根性。うん、俺だ。マジで頑張ってくれあんたたち。やばいかこれやばいか、もしかして柳使ったら。でも湧くよ湧くよ。え、これさ、いや、あのフェニックスに勝てない事件がねちょっと発生してるんですよ。リートプリト終わりました。強すぎる、さっきからリトプリが強すぎる。何これ、リトプリゲーやん。ギリ耐えれるなこれ。え、マジであるよなすなら私はエリゴレだから。うわー、なさそう。走れ、やらめ使って、使うね、この進化コウモリで。マジのワンチャン。マジのワンチャン行くしかない。男は行くしかないんだ。やらめる、行きたー、やばすぎるこれで勝てんのか、終わっているか。あやべ、スタンプ忘れた、やばいや勝てるんすよね、それでも、それでもっつって。いやマジ熱っいや耐えた、マジで耐えたっすね。いやこれだからエリゴレはやめらんないみたいなとこあるよね。ふう、エリポンがね、はいはいはい。あー、もうゴブリンドリルやん、その顔は。いや、なめないとよ。え、違う。まあ、ラバのパターンが濃いか。いや、ラバだったら、スケラでした。ふふ。インドラが、もうさよならできたらもう勝ちやん。はい。あとは、スケキン、あんたのエイム。いいね。てか、このさ、もうカウンター、止まんのっていう。まあポイズン使ってくれてもいいな。ボーリー、いや、ボーリーやべえなまあそんなん知らんがな。いけ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 、あんたらいけいけいけ。なんならこのスケまで行っちゃうのもね面白かったりするんじゃないですか。あー、ドンピシャファイボー完璧ではあるが、なんと1100まで削ることには成功。ファイボヤナメスケラね。まあ、ボーラーボスギー持たれてれるとね、エリゴレ刺さんないっちゃ刺さんないけども、あなたはエリクサーポンプがきついようですね。エリポン置いて、てかもう置きまくるしかないな、ヤナメファイボとしな。あとはもうレイジ削り。これ結構マジ。削れねえかんな、俺。結構マジの攻めです今の。やべえか。いや。いや。案外正解か。やなめファイブでしょ。これだったらちまちままた削って、え、これコウモリが入るだけでさ、結構幸せっていう。で、シンカーチャーはヤレージで飛ばしたいんで、まあ、適当にこの、スケキンが場に出てる間に、回転で回してあげて、レイジでさよならして、え、めっちゃ強くない？なんか、相性よ。良すぎか？リアラムハイブ撃たれても、で、君はこっちね。はい。面白いね、それ。
イカチーハヤも飛んできたか。さあ絶望という名の天国へ行ってらっしゃい。はい、空っぽです。脳内空っぽです。いや、エリゴレおもれえなこれ。このスタンプがあると倍おもれえな。さあボンビーね。まあゴブリンドリル濃くはなるか。全然ボイド来ねえからさ、飛来心いらねえわ。でもラバボイドはいるんだよな。ワンチャン飛来心できたらラッキーぐらいの。まあこれはね守れないんで、はい、行きます。これダクネのコウモリでスケドラを溶かして、いやめっちゃいいボンバー。それはいやでもやっぱ俺エリポンが壊されるのが痛えな。まあ一本折れるんですけど、折れないんね。エリポン壊されたの痛えな。はい、置きます。ファイブ使ったな。これまたエリゴレダクネ。エリゴレダクネスケキンレイジで、あとは祈りか。よし、いくよ。まずエリゴレ出して。勝てばいいかな最後にね。一回攻撃しろ。いやー、そのリセット強え。このダークネにかかってんだよね、すべては。あと、この、神穴飴。うわー、消えちゃったが。いや、ダークネ強っ。いや、ファイブうまっ。いや、でも強っ。え、からのさ、こういう未来もあったりしないですか。いや、完璧なザップが来ない限りと思ったら来ちゃった。やばいね、エリクサーあげた人になっちゃった。ちょっとまずいか。まあ、ちょっとだけね。まあもう守れねえから攻めりゃええやろ。頑張って頑張ってくれ。行ってくれよ、もう終わらせてくれよ。これ守られたら終わっちまうよ。これやばいって。さらし採血してる。やばい、これ終わりそう。止まったらやばいって言ってるやん。行くしかない、守れないからね。守れねえんだから行くしかねえんだよ、選択肢が。いや、レイジでさ。ワイもやばすぎる。ちょっと待って、なんで耐えんの。マジ耐えないの。耐えられたら終わる。え、相手調子乗りザップきた。うわい。カンカンカン、カキカキカキ、あぶねえ。というわけで、今日はちょっとはい、終わってはいたか。はい。まあでもこういう日があってもいいんじゃないかと。いうわけで皆さんも、エリゴレ、エリポン、ホグスタンプ付きでね、やってみてください。お疲れでした。